改めまして、博多大吉です。丸藤直道でございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回に引き続き、はい、また私ですけども、うん、よろしいでしょうか。いや、あの話だとね、はい、さっき1時間前までここに塩崎豪がいるって聞いてた。ああ、そうですか。すごい久しぶりに会うなと思ってワクワクしてきたら、ドア開けたら丸藤豪がいるみたいなと思って、なんかいろいろあったんですね。そうですね、うん、あの戻ってくるか来ないか、ちょっと地方にいたんで、うん、そう、今、はい、シリーズ入ったんでね。そうなんですよ。でも僕はね、やっぱりこの座はね、まだ譲れないなと、はい、いや別にいいじゃない、誰と回してもいいじゃない。いや、みんなでやりましょうよ、それ。まだね、喋り足りない。いやいや、まあ、前回なんか好評だったみたいですよ、丸藤選手喋りうまいねみたいなコメントがあったらしいんで。でもね、やっぱりこう、うん、大吉さんだからこそですよ。いやいや、だって、ね、はい、もう引き続き言いますけど、付き合いが長いんだから、はい、今年はもう20年ぐらい付き合いあるんだから実はね、はい。さあ、ということで早速行きましょう。行、はい、きましょう。週刊プロレスから久しぶりに増刊号も発売されました、はい、11.2 両国国技館大会を、はい、当事者である、はい、出場された丸藤選手と振り返っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。まあ、もう先に一言で言うとどうでしたか。はい、そうですね、まあ、蓋を開けてみれば、うん、すごいたくさんのお客さんに来ていただけていて、うん、ね、もちろん大吉さんもね、来られてたと思うんですけども、はい、どうでした会場の雰囲気。この件はもう最後に言おうかなと思ったんですけど、はい、僕ね、はい、仕事だったんです、千鳥さんと番組をやってまして、はい、その収録が終わったのが9時半ぐらいだったかな、はい、ちょうどメインが終わるぐらいの時間じゃないかな。ぴったんこっすね、ということで、まあ、はい、チケットは正直いただいてたんで、はい、RGS さんからね、はい、どうしようかなと思って、はい、ある人物を送り込みました。ほぼ、はい、あらま、毎朝はい、僕の隣にいる、はい、近江アナウンサーを両国国技館に実はそうですか、はい、送り込んでおります。その方の感想もちょいちょい。近江ちゃんがその NHK のスタッフさんと何人かでいてくれたみたいな、はい、そこ から話は聞いてるので、会場の雰囲気もなんとなくまあ聞いてますし、私はちゃんと映像で全試合最初から最後まで見ましたんで、ありがとうございます、はい、振り返ってまいりましょう。はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあまず第1試合、はい、6人タッグマッチ、はい、坂本さん、ワグナージュニア、岡田さん対ヨネさん、ストーム、はい、桑野選手という、ね、はい、6分8秒で終わってしまうという。シックスメンで6分8秒、ね、単純計算で1人1分、まあね、第1試合なんでみんな勢いよくバーッといったと思うんですけども、いかんせんね、やっぱもうビッグマッチの第一試合ってやっぱこうなりますよね。そうですね、だってダラ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 っていう言い方もあれだけど、ね、第一試合から30分時間切れなんていう興行はもうそれ失敗ですから。まあ大失敗ですよね、それは、うん、なるべく早めにね、はい、終わらせようよってどっか気持ちあると思う、うん、まあでもその中でもこう濃い6分で進むようにしっかり動いてくれたと思うので、うん、はい、まあ、そんな中での、ワグナージュニアのムーンサルトプレスということで、うんうんうん、高いムーンサルトでしたね。そうですね、もう小橋健太さんバージョンのムーンサルトというか、あ、そうですね、どっちかというと、うんうん、体も大きいですし、うんうん、はい、非常にポテンシャルは持ってるんで、うん、これからまたどん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 表に出てくるんじゃないかなと、うん、ワグナージュニア、はい、ね、で、ヨネさんもね、ストームさんもそうですけど、はい、やっぱね、どこかで悔しいなって思ってないと嘘だと思うんで、そうですね、第一試合かこんなビッグマッチって、うん、ただね、その後の坂本さんがリングのそばでセコンドで、はい、海外宿なんかうろうろしてるのはちょっと嬉しかったですね、なんかね、まあ、彼はそういうとこ似合いますからね、上手というか、上手というか真面目というか、はいはい、なんというかすごいセコンド業でなんか声出されてたような気がしました、うん、はい、はい、すごいな、いいなと思いました、はい、第一試合からマスクマンが出てくるっていうのもね、なんか夢のような空間というか非日常感があって、マスクマンはプロレスのロマンですからね、うん、はい、僕は良かったと思います。ありがとうございます。さあ、ということでトントンいきましょう。続きましては第2試合、はい、レジェンドタッグマッチ、はい、本田多門、桃田光雄対斉藤明俊、井上正雄、うん、これは予想以上じゃなかったですか。まあ、いろんな意味で予想以上でしたね。もうはっきり言わせてもらうと、はい、こんなにあんなに盛り上がるとはちょっと予想してなかったですね。そうですね、まあ、すごかったですね。あのそれぞれが、うん、まあ、年齢とキャリアを重ねた、うん、このタッグマッチですけども、うんうん、なんか井上雅夫さんが一番若いっていうね、とんでもないタッグマッチですからね、うん、これ。ただ本当久しぶりに見たタモンさん、はい、あんまり変わってなかったですね。そうですね、相変わらずね、顔も大きいですし、ね、顔も大きい、いや体も大きいから。そうです、大吉さんの2倍ぐらいありますからね、本田タモンさん。2倍は言い過ぎだと思うけど。本当ですか。まあ、このくらいかな。じゃあ俺も言い過ぎだと思うけどタモンさんって普段何してるの。
本田さん、あれじゃないですかね、レスリングを教えたりとか。あ、そうか、レスリング教室の先生とかやれてるんだ。うん、だから久しぶりにこういうプロレスのリングで田本さん見れて嬉しかったですし、うん、何よりもやっぱ桃田さんが人気爆発してましたね、うん、そうですね、うん、セコンドにはね、息子の力くんがついてましてですね、はいはいはい、堂々と最初に入場してきましたね、はい、誰だこれ、どこの若手だと思ったら力選手でしたね。そう、もう本当グレイシートレインの一番前みたいな感じでしたからね、うん、はい、まあでもね、日本国民、まあ若い方はあれですけど、まあある程度の年齢から誰もが知っている力道山先生の息子さんなんですかね。そうですね。だから桃田さん、あ、やっぱレジェンドってすごいなと思いながら、うん、本当に楽しませていただいて、先に言いますけど、はい、大宮アナウンサー、はい、僕の隣の方が印象に残った3人のレスラー、うん、そのうちの1人桃田さんです。わお、はい、ここでもう1人出ますんで。もう出ちゃう。3人名前、あの LINE をいただいて感想というか、はいはい、終わりましたみたいな、はい、ですごくまあ楽しかったと、はい、で特にこの方とこの方とこの方が私たちの周りではすごく人気で応援させてもらいました、うん、うちの1人が桃田さんでございました。さあ行きましょう。続きまして第3試合がこちらです。6人タッグマッチ、桜庭和志、大原はじめの小沢ロンガイ対西村治、ひろき、三脇淳太。はい、ありがとうございます。これもタイムで見ると8分20秒しかないですね。あ、本当ですね。でもこれの方がこれ濃かったですよね。濃かったですね。うん、8分20秒となんか、なんなら例えば西村さんと桜庭さんでグランドやってたらもうそれぐらいになっちゃいそうですけどね、うんうんうん、まあそんな中でも、うん、っていうか、え、丸瀬さんも見てるんですかこの試合は。あのモニターで見てました。見てました、はい、うん、いや先にファンからの感想を言うと、はい、噛み合いましたね。そうですね、うん、なんか桜庭さんがやっぱどうしてもプロレスっていうあんまり慣れてないから、はいはい、正直どうなるんだろうなと思いながら始まりましたけど、うん、まず西村さんとあんなに積極的に絡むとは思ってなかったし、西村さんが出てこいみたいな感じで。そうですね。で一番驚いたのが、俺ひょっとしたらこの大会で一番驚いたかもしれないですけど、この大会で、うん、西村治と桜庭和志が向かい合った時に、はい、西村治の方が一回りくらいでかかったんですよ。あ、西村さんはねめちゃくちゃでかいですよ。でも新日本の時代ってすっごい細いイメージがあったから、はい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 、こんなに西村ってでかいんだと思って。でかいっすね。でかさでは動きもそんなにね、ブランク感じさせない、うん、キレのある動きにしてましたね、うんうんうん、桜庭さんと西村さんのお互いのスタイルの種類の違うテクニックがこうどういう風にこう混ざり合うかなと思ったら、思いのほかあれですよね、うんうん、本当に歯車が。やっぱあの腕ひしぎをブリッジで返すなんてね、もう、うん、ファイヤープロレスリングの世界じゃないですか、うん、もうゲームみたいな。いや本当そうですよね。で実際返せるんだってなんかファンとして思っちゃいましたし、やっぱあそこで湧きましたもんね、うん、うん、でそういうなんかね、だから桜庭さんと西村さんでわって目引いちゃって、うん、で大原さんとロンガイさんはほら事前に言ってた通りやっぱ慣れてるから、はい、職人だから見せ場作るじゃないですか、うん、だからこのひろきさんと宮脇さんどうかなと思ったんですけど、ひろきさん見せましたね、うん、そうですね、うん、うん、この濃ゆいメンツの中で、うん、はい、桜庭さんに向かってね、あのスプラッシュ、ステッカースプラッシュね、あれをね桜庭さんに決めたっていうのも見どころありましたし、うん、宮脇さんもね、会場の声援は一番熱心なファンは実は宮脇さんについてての気がしましたし、うん、最後見事でしたね、桜庭さんの。そうですね、足の足音の入り方、入り方すごかったですね、うん、なんか独特でしたね、うん、違う関節技からのこう足の字に入ったっていう、うん、ね、うん、だから本当正直始まるまで、うん、まあ、カード見た時にそこまでの期待はしなかった分、やっぱ入場テーマ流れてきた時からうわーっと思いましたし、うん、そうですね、ね、はい、で本当次もまた見たいな、桜庭選手はもちろん西村さんもまた見たいし、うん、他の4人もまた見たいなと思わせる、はい、いい8分20秒でございました、はい、ファンを代表してごちそうさまでした。さあ参りましょう、はい、続きまして第4試合、6人タッグマッチ、エディ・エドワーズ、小峠敦史、クリス・リッチウェイ対望月正明、田中実、スペルクレイジー。これはやっぱりもうそれぞれが本当キャリアを重ねた、うん、なんていうのかな、職人が集まったような試合だったんで、うん、まあ、誰が誰に勝つのかなとか、うんうんうん、そこが非常に気になったんですけども、うん、まあ、まさかのエディがスペルクレイジーを仕留めるという、うん、ね、ボストンニーパーティーという噂でね、仕留めましたよ。ボストンニーパーティー、
ってどういう意味ですか、うん、ボストンニーパーティー、シャイニングウィザーです、言うなればあいつの必殺技。そうです、うん、それよりもエディはこのジーパンコスチューム忘れたのかっていう、うん、もう今のエディ・エドワーズはこういうジーパンに黒のタンクトップ姿でいいんですね、みたいです。決して空港に忘れてきたじゃないですね、じゃないんです。これストレッチ素材だからいいんだって言ってました、うん、これこんなこと聞くの、そうだ一個でありましたわ、使えるかどうか分かんないけど、はい、見て思ったのが、はい、いやだってこの後ムタ出るじゃない、そう知ってるじゃない、そう知らんとは言わせないじゃない、そうなのに、いやボストンニーパーティーって言うけどそれシャイニングウィザードじゃない、それで決めて、えいいかったか、控室気まずくならないとか僕は思いましたけど、この辺りどうなんですか、レストランの皆さんは。いや、まあ、若干ありますね、それは。お前マジかってならない。でも逆に、うん、もしかしたら、うん、グレートムタが、うんうん、来てるのが嬉しくて使っちゃったみたいな見てくれ俺も使ってんだみたいな、うん、見てるムタ見てる、うん、俺はここにいるよのそうボストンニーパーティーだったのかな、の確率もありますね、うんうん、試合後誰からも怒られなかったのは別にいいです。でもこれ多分 お前、ね、今日グレートムタいるのにお前、うん、シャイニングウィザードお前、うん、それはダメだろって言ったら多分あいつはノーって言うんですよ、うん、ボストンニーパーティーだって言うんです角度が違う入り方が違う多分それで済まされちゃう。まあまあね、だからまあ本当ファンとしてちょっと小峠さんとクリスさんの見せ場がもうちょっと欲しかったかなと思いましたけど、うん、まあそうですね、うん、まあまあまあでもビッグマッチなんでね、うん、しょうがないっちゃしょうがないかもしれません、はい、次の両国、はい、もしくはその次のね日本武道館に向けて頑張っていただきたいと思います、はい、さあ参りましょう。続きましては第5試合ででんシングルマッチ、ね、シングルマッチ藤田和幸対谷口周平、周平これも7分57秒という試合タイムでしたけど、うん、いやー痺れましたね、うん、まあここに来てやっぱりこう、うん、谷口っていうのが、うん、藤田選手っていう獲物をこう捉えたことによって、うん、ここ最近やっぱ変わってきた部分、うん、はい、でお客さんもそれに関してはすごい注目してるし、うんうん、谷口ならもしかしたら行ってくれんじゃねえかみたいな、うんうん、期待の中での、うん、まあ、今回もまた負けてしまったわけですけども、うん、いや負けたけどもこれは今までとは全く違う内容の谷口選手だった気がしますけど、そうです、ね、アマレスの成績だけでいうと谷口さんもアマレスで相当鳴らしてたんでしょ。そうですね、彼も多分日本一に3回ぐらいなってんじゃないですかね、うん、でアマレスの実績だけでいうとひょっとしたらコーツつけがたいのかもしれない。谷口が上の可能性もありますよ ね、はい、総合格闘技の経験になるとそれはもうガラッと変わってくるんでしょうけど、うん、まあこれで終われないですよねあいつも、うんうん、だからこの試合のまあ感想でなんか僕がネットなんかで目にしたのはやっぱり谷口何やってんだっていう厳しい声もありましたけど、うんうん、いや逆に考えたら、うん、藤田がやっぱ強すぎるんじゃないかなと思って。強いですよね、なんか、うん、ほんとゴリラみたいですもんね、うん、だからほんとさっき言ったようにそのネットの結果だけでこうみんながやーってなる、うん、ってしまってる感が強かったんで、ほんと結果だけで言うと7分57秒でレフリーストップってまた負けたのかってなったんですけど、うん、やっぱ見てもらったら全然違ったんですよね。違いましたね、はい、いやほんと男を挙げたっていうか、うん、だってあのヘッドバットであんな額から血流れて普通ならもう嫌だってなるでしょ。本当ですよね、相手藤田っすよ、そこを蹴飛ばして殴りに行くんだもん。そんな血流してせっかく綺麗なマットだったのにね、うん、血ついちゃって結構シミになってましたね。なってた後半戦のリズムで思いましたけど、いやでもね負けてあっぱれでしたし、うんうん、まあでもここで本当に自分の中でこう一区切りしちゃダメですよね、うん、だって藤田さん連れてくるんでしょ鈴木さんを今度。あのもう今引き続き両国の後も上がってもらってるんで、でしょ大阪とかも、うん、今塩崎とか、うん、中島とかもすごいそこに絡んでいってるんで、うんうん、はい、もう奪われないように彼もしないと、うん、でも本当単純に見てて藤田選手が結構楽しそうに試合やってんだなというふうに見えて、あ藤田さんもまあ口ではねいろいろ言ってますけど、はい、内心どっかではやっぱ谷口さんのことも認めてるし、
ノアのいろんな選手のことを見て、次はこのこいつとやってみたいなとか思ってんじゃないかなって。本当、ねうん、次につながるレフリーストップだったような気がしますね、うん、ということで非常に見応えのある、はいはい、第5試合シングルマッチでございました、はい、谷口さんお疲れ様でした。お疲れ様でございます。早く怪我が良くなりますよ、はい。